4号艇の大谷智之。モーターは今シリーズ2連対率トップ 49% の75号機を操ってカド戦。そして当時 G1 V2 マーク5コース5号艇の白井英治です。そして準優勝を果たしてきました6号艇、地元は原田幸也6コース、枠なり3対3の体系スタートしていきました。わずかですが1号艇3号艇あたり除いて1周目第1段マーク、まずは1コースから1号艇の篠崎先行、3号艇マクル藤岡、サシの2番ボート浮きました、失速、打ち上がって5番4番6番ですが2番手3号艇藤岡、前の1号艇篠崎とは判定審査、インコース先行する1番篠崎、外追いかける3号艇の藤岡で1周2マーク、スタートは前提正常です。2マークトップターンは1号艇の篠崎、そして3号艇の藤岡も2番手守りながらホーム直線コース、後ろは5番そして4番6番3艇の3着争い、インコースに5号艇の白井、間4号艇の魚谷、外は6号艇の原田、最後方は2号艇の坪井となって2周1マーク、前の2艇は1番3番変わらず向こう上面です。接戦3番手、今スーッと4号艇の魚谷が上がっていきました。それを5号艇の白井が2艇審査で追いかけます。5番手交代6号艇の原田、最後方2号艇の坪井です。2周目第2ターンマーク、先頭の1号艇篠崎2番コークリア、5艇身離れて3号艇の藤岡2番手でホームスレッジ、3番手4号艇の魚谷も後ろを引き離してきています。体型は1番3番4番の体型で最終周回1マークを迎えていきます。イン塗装ズバリと決めて1号艇の篠崎が主導権を握り、そしてその篠崎にバックストレッチでは判定審査、攻め寄っていましたまくった3号艇の藤岡でしたが2番手で最終ターンマークへ向かいます。混戦抜けた3番手キープ、4号艇の魚谷智之、前の体型134で落ち着いて最終ターンマークの旋回、3連単のオッズは 8.6 倍を示しています。準優勝戦2つ目の第10レース、先頭1番篠崎五輪、2着3番藤岡、3着4番魚谷。